ダウンロード完了。では、あなた様の冒険を始めますです。ここは物語世界ライブラリー、あまたの欲望が集いし場所。愛された者、呪われた者、殺された者、彼女たちは自らの未来を書き換えることができるのだろうか。信じる者のために戦う。私の前に立つなら誰であれ敵だ。兄様は私を守ってくださいね。かぼちゃの馬車が迎えに来そうだね。おはようございます。よしゆきをお願いいたします。操り人形の方が楽だよね。それは写し鏡。醜く育ったあなた自身。この名の通り、私に汚れなどこの赤い頭巾、綺麗でしょ。どんなにか狐と猫は少し苦手なんだ。もしこの世界が呪いで満ちているとしても、私は諦めたりはしない。上も下も右も左もない。あらゆる場所は本で埋め尽くされている。この世界の名はライブラリー。物語と言葉が支配する空間。悲鳴が聞こえる。嗚咽が聞こえる。嘲笑が聞こえる。方向が聞こえる。すべては物語に登場したキャラクターの声。人ならざる者たちの呪いの言葉。彼らの願いはただ一つ。作者を復活させる。そのためには他のキャラクターたちをすべて滅ぼさなくてはならない。たとえどんな結末を迎えようとも。Thank you.
私は戦い続ける。めまいがしてきた。ねえ兄様、あの歌懐かしくありませんか？アリスは目覚める。漆黒の中、薄暗い音、血の匂い。この世界がどこなのかは知らない。だがなすべきことは分かっていた。自分を生み出した作者ルイス・キャロルを復活させること。そしてアリスは知っていた。その願いを成し遂げるためには他のキャラクターたちを全て殺す必要があるということを。
この力で粉砕する。切り刻む。この力で粉砕する。カモミールのアロマ。おやすみなさい。ゼアコン、気持ち悪い。この力で粉砕する。切り刻む。痛みは感じない。この願いが呪われていると知っているから。一気に決める。
ためらうことは許されない。もし滅ぼさなければ滅ぼされるだけだから。圧殺する。倒した相手に同情などしない。